妙な写真俺が昭和大という団地に引っ越して間もない頃の話です引っ越し後の段ボールから荷物を一つ一つ手に取って整理してた時見慣れた卒業写真集が出てきました中学の時のでした自分は写真とかを種類別にまとめてしまうのが癖みたいだったのか その卒業写真集のページの間には中学時代に撮った覚えのある写真が何枚か挟まっていました。荷物の分別の手を休めて思い出に浸りながら写真を一つ一つ見ていました。一つ一つと手に取って見てたんですがある写真を手に取った時妙な感覚が走りました。自分は霊感とか全くないけど 写真イコール心霊写真的な思考回路もありましたのでそういう前提も重なってか「うえなんかやべえなこれ」と何の変哲もない写真を「怖い怖い」と言ってたのは覚えてます。それを霊感と呼ぶのかもしれませんがその写真は自分と友達5人が揃って写ってるだけです。 他に写ってないか探しまくったけど何にもありませんでした。それで家族にもそれを見せて回ったんですが、妻はそういう系の話を信じるタイプなので、面白がってこれが顔に見えるだの、なんとなく全体が切りかかった写真だから、ああだこうだ言ってましたが、無視しました。引っ越して休みでも取ればよかったんだけど、ちょうど会社も忙しい時期だったので、 何とか早めに荷物の整理を終わらせようと夜遅くまで頑張りました2時か3時ぐらいに風呂入って歯磨きしてたんですがずっと何かに見られてるような感覚が消えませんでした引っ越したばかりの家ってのもあってマジでこの家出るのかなってかなりビビりまくってましたそれから1週間 何か起きたかって言えば何にもなかったんだけどその嫌な感じというのがだんだん強くなっていると感じてました最初は見られてる感じがするとかいう第六感みたいなもんでしたが廊下をするような足音がついてきたり部屋にいる時に部屋の扉の前に何かが来たという感じがしたり確かに足音が部屋の前で止まる感じ まあ、とにかく、自分が家にいる間はずっと誰かに見張られてるような、そんな感じがしてたんです。そんな感じで2週間ぐらい過ぎたある日、自分の人生最大の恐怖が襲います。その日も残業で夜遅くに家に帰ってきたんですが、風呂入って飯食って。さて、歯を磨いて寝ようかなと洗面台に行きました。 洗面台の前で歯を磨いてるとき、鏡に映る自分の顔を見ながら歯を磨くわけですが、そのとき自分の後ろの影がなんか濃いような感じがしたんです。洗面台の照明が自分に当たると自分の後ろの影がどんぐらいの濃さなのかわかるんですが、それがいつもと違って濃いんです。一気に酔いが覚めました。マジで。 自分のすぐ背後に誰かがいるんです。それの背は自分の肩ぐらいしかないような気がします。鼻息みたいなのが俺の背中に当たりました。とにかくそれが人じゃないのは分かりました。俺と壁の間は人が一人入れるスペースしかないはずなので、俺と触れてないってことは、それが薄っぺらの人間じゃない限りは、壁にめり込んでるか。 いわゆる幽霊ってことしか考えられない俺の左腕の辺りからそれの長い黒い髪が見えました俺が逃げようとすれば鏡に反射したそれの顔が見れてしまうわけでとにかく顔を見ないようにしなければって本能が働きました 見てしまったら、その場でショック死するか、一生恐怖に震えながら過ごさなければならないって瞬時に思ったからです。俺は目をつむって自分の部屋にダッシュで戻りました。部屋の扉を閉めて布団に潜ってずっと震えてました。そしたら、扉に顔をこすっているような音が聞こえたんです。それが息をして、 その息が扉に当たっているのがうかがえる音がしました。俺は生まれて初めて失神ってのを体験しました。気がついたら朝でした。これだけ怖い思いをしたんだからもう勘弁してくれよという思いが通じたのかどうかは知らないけど、それっきりその女みたいなのは現れませんでした。じゃあ あれは一体何だったのと、ここで話が終わればわけ分からなくても俺はそれでよかったんですが、残念ながらオチがあります。俺が家に来て荷物を整理している時に出てきた写真。今では妻がしつこく言うのもあって寺に預けてあるんですが、その何の変哲もない写真。ことが収まってからふと見る機会があったので見回したところ、 素人でもはっきりわかる違いがありました。自分と友達5人が映ってるはずでしたが、自分と友達4人が映ってました。不自然に中央が空いて、見間違いじゃなく、そこに誰かがいたようにぽっかり空いてました。友達がぽっかり空いたところに手をかけて、ちょうど肩に手をかけるように、 よくその友達は倒れないなっていう不思議なポーズ。そのぽっかり空いた部分にいた一人が、俺の後ろに立ってた女でした。写真から抜け出してきたのか。あの女、その友達は数年前に首吊って自殺してました。なんで自殺したのか、その理由も信じたくないし、俺の体験したことも信じたくないので、 詳しくは言いませんが、この世のものが原因じゃないらしいです。